はい、こんにちは。サックス役の曽根和樹です。このチャンネルは見るだけでサックスが上手くなるをコンセプトに動画を作っていますので、サックスが上手くなりたいという方はチャンネル登録よろしくお願いします。こんな感じで再生リストにもたくさん動画ありますので、よかったら後でチェックしてください。今日はですね、ポップスとかフュージョンの吹き方をやっていきたいと思うんですけど、このチャンネルサックスを始めたばかりの方も結構ね、クラシックを昔やってたけど最近はジャズをやってるみたいな方もね、見てくれてると思うんですけど、特にね、クラシックから入っちゃったみたいな方だとね、やっぱりポップスとかフュージョンを練習するときに、まずはやっぱりジャズから入らないといけないんじゃないかなってやっぱり思うと思うんですよ。で、ジャズ勉強し始めてアドリブも練習するじゃないですか。それでね、ジャズをやり始めると、ルータ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 みたいな感じで、ジャズってスイングって言って、まあ、跳ねる、ルータルータルータっていう感じで跳ねるんですよ。それでね、さらに裏のタンギングっていうのを練習すると思うんですよ。で、ジャズって裏でタンギングしないといけないんですけど、それでね、その後それを練習して、さあいざポップスアドリブやろうかなって思った時、実はね、ここがね、大きな落とし穴なんですけど、ポップスとかをやるためにジャズやったはずなんですけど、実はね、ちょっと違って、ポップスとかフュージョンをやるための基礎って、ジャズのなのかもしれないんですけど、ちょっとね、違うんですよ。これ僕昔音大でクラシック勉強してて、やっぱ最初ジャズ勉強するんですよ。で、その時、僕もね、知らなかったんですけど、ポップスとかフュージョンを吹く時のタンギングって、実はね、裏のタンギングではないんですよ。例えば、丸の内サディスティックみたいなポップスをアドリブやるとするじゃないですか。で、そういう時にね、8分音符を、まあ、どうしても吹くじゃないですか。そしたらね、ジャズを勉強した後に、そのポップスをやるとね、やっぱどうしても裏でタンギングしてしまうんですよ。まあ、例えば、タラタ、なんかね、こういう感じで、タタラ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 みたいな感じで8分音符を吹いてしまうんですけど、これね、実はジャズだと正解なんですよ。ジャズって裏でタンギングするから、タタラ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 ってやるんですけど、これね、だからポップスを吹くときってこれだと実はダサくて、ポップスを吹くときの8分音符ってやり方があって、裏をハーフタンギングをつけるんですよ、実は。これね、ジャズとポップスが全然違う吹き方なんで、これね、新しくまた覚えないといけないと思うんですけど、8分音符の裏にハーフタンギングを実はつけるんですよ。まあ、楽譜にするとこういう感じで、裏の音に上にね、丸を書くんですけど、トゥータン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 、ゆっくりやるとね、こういう感じになるんですよ。ちょっとね、一回吹いてみますけど、こういう感じで吹いてほしいんですよ、ポップスって。トゥータル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 って裏でタンギングするんじゃなくて、裏をハーフタンギングをつけてほしいんですよ。トゥータン、トゥータン、トゥータン、トゥータンターっていう感じで。で、こうすることによって、フレーズが16分音符のフレーズに聞こえるんですよ。8分音符を並べただけなんですけど、ハーフタンギングを入れることによって、フレーズが16分音符のフレーズに聞こえるんですよ。トゥータン、トゥータン、トゥータン、トゥータンダーっていう感じで、フレーズがね、16分音符のフレーズに聞こえる便利フレーズというかね、便利奏法なんですよ。これね、ジャズって意外とハーフタンギング使わないんですよ。ポップスとかってかなり使うんですけど、ジャズってハーフタンギングあんまり使わないんですよ、実は。という感じでね、ま、一回ね、丸の内サディスティック風のカラオケで今のタンギングを使ってちょっとだけ吹いてみますので、聞いてください。どうぞ。
今その、ドゥータン、ドゥータン、ドゥータンみたいな感じで、今ね、吹いてみたんですよ。なんとなくわかりますか？その、これね、ハーフタンギングができる人でも、16分音符のフレーズに聞こえるってさっき言ったじゃないですか。だから16分音符のテンポでハーフタンギングができないといけないのでね、結構難しいってことが分かりました。最近ね、ちょっと生徒さんにもね、このタンギングやってもらったんですけど、ハーフタンギングができる人にとってもちょっと難しいっぽいんですよ。なので、結構頑張って練習しないとできないのかもしれないんですけど、ポップスを吹くためには必ず必要な奏法になってきますので、ちょっとね、頑張って練習してみてください。トゥータン、トゥータン、トゥータン。その8分音符が全部ね、アクセントがつく感じなんですよ。トゥータン、トゥータン、トゥータンっていう感じになりますので、ちょっとね、難しいかもしれないんですけど、頑張って練習してみてください。フュージョン系を吹きたい人はね、これをマスターすると絶対かっこよくなりますので、頑張って練習してください。ということで今日はこの辺で終わりたいと思うんですけど、参考になりましたよっていう方はチャンネル登録といいねのボタンもよろしくお願いします。ということで、さよなら。